どうもーこちゃこちゃと朝マック食べましたこっちです。よろしくお願いします。今日はガチャガチャ10個を開封していきたいなと思います。はい、もうどんどんガチャガチャ開封していきましょう。それではどうもこちゃこちゃ1個目オープン。ラインナップはこちら。かわいい赤ちゃん用品マスコット A おむつ3枚セット、 B 離乳食セット、 C 粉ミルク缶、 D 哺乳瓶ブルー&紙パック、 E 哺乳瓶ピンク&紙パックの全5種類あります。今回当たったのは A のおむつ3枚セット当たりました。赤ちゃんおらへんからさ、わからへんねんけどさ、正直。入れるもんはこんなんやんな、でもな。3枚セットってことはさ、これ空き穴さ、おむつ見れへんってことじゃん。ここにさ、おむつ入ってんねん。おむつは組み立て立体状になってますとはここに書いてあるから、またどっかで開けてみたいなと思う。シリコンタイプ M サイズ。柔らかファラファラ。選ばれてナンバーワン。赤ちゃんおらんからこういうの分からへんけどさ、ちょっと可愛らしいね。ちょっと中身が気になるガチャガチャでした。2つ目オープン。ラインナップはこちら。マツケンのどこでもサンバ、マツケンアミーゴ、マツケンオレ、マツケンカーニバル、腰元ダンサー。果たして今回当たったのはマツケンアミーゴ。すごい、この衣装が銀色でテカってる。顔がほんでなんかキリッとしとる。前も後ろもギラギラやで。いや懐かしいなぁ。アミーゴどんなんか忘れたわもう。このポーズが有名やったんかな、ちょっとほんまに覚えてへん。で、これちゃんと立つように土台ついてた。久しぶりに聞いてみようかな。3個目オープン。ラインナップはこちら。食べっ子動物フィギュアバージョン2。パンダ、ウサギ、ワニ、サル、キリン、全5種類あります。今回当たったのは、キリン当たりました。キリンいつも舌出してるな。そう、キリンいつもね、かわいい。で、ちょっと首が斜めになってて、こんな感じでちょっとかわいらしい印象になってる。で、キリンはいつもな、やっぱりな、ガチャガチャにして大きめやね。だから迫力もあって、めっちゃいい。こんな感じにキリンなってまーす。いやー、食べっ子動物のさ、動物はみんな可愛いからさ、嬉しい。なんかいろんな動物集めたいな。4個目。オープン。ラインナップはこちら。上方落語の出囃子。前座、石段、笑福亭、初角、船行き、桂春団子、野崎、桂文士、狂わ丹前、桂米朝。かっこ、果たして今回当たったのは、笑福亭初角、船行き。こちら落語ですね。この落語の座布団とかついてるやつと、こういう、なんて言うんかわからへんけど、看板みたいなやつがついてます。これなんて読むんやろ。商売繁盛って読むんかな。これは、ま、シンプルです。こんな感じになってる。で、メインはこっちやんな。このなんか板みたいなのと、机が取り付け。で、これ音鳴るやつやねん。座布団がボタン鳴ってるから、これ押したら音が出ると。で、この台自体はもう四角形。シンプル。だから早速、メインの音、聞いていこう。それでは、スタート！押すと約30秒間出囃子を楽しめますって書いてある。うーん、結構長かった。30秒あったんか。笑福亭初角さんの船行きの時にこの出囃子が流れんねんな。結構和の感じでいい曲でした。5個目
オープン。ラインナップはこちら。ゴリランドスティール、フリー、マスカットフィギュア、タケウマとゴリラ、イモホリゴリラ、応援団長ゴリラ、タンバリンとゴリラ、習字を振るゴリラ、シークレットもあります。今回当たったのはイモホリゴリラ当たりました。ゴリランドスティールはこれこそほんまに1位から2位からねやってて、それほどこの表情とゴリラのちょっとゴリッとした感じがすごい好きで、で今回は芋掘りっていうことで、ほら長靴履いてんで、ゴリラがすごない？ほら後ろも見て、長靴のこのポコ、このゴリラさんすごい芋ができましたね。一生懸命引いてます。芋掘りの時でもランドセルは手放せへんっていう。ほんまやな、ちっちゃいランドセルして帽子もちゃんとして。実際さ、この机とかに置いたらほんまに芋掘ってるみたいに見えるもんな。そう、こんな感じで置いたらほんまに実際に芋掘ってるように見えるし、これも当たってよかったです。6個目オープン。ラインナップはこちら。手まり寿司マスコット、サーモン、マグロ、錦糸卵、サーモン、イカ、レンコン、マグロ、エビ、レンコン、イカ、マグロ、ハツカ、大根、エビ、錦糸卵、ハツカ、大根。果たして今回当たったのはエビ、錦糸卵、ハツカ、大根。3つの手まり寿司が乗ってます。これお皿もさ、金色のさ、光ってさ、高級感がある。こういうタイプのお皿乗ってるお寿司は美味しそうで、この3つの手まり寿司まん丸、結構ラインナップの中で渋めの方のやつ当たったな。お米がね、こうつぶ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 ってなってて、結構この具材もね、細かくなってる。なってんな。ちゃんとこれ置きやすいように下はさ、ペタッと平べったくなってんねんけど、それでも丸いからさ、手の上やったらコロ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 って。どれも美味しそう。エビ、錦糸卵、ハツカ、大根、お待ち。7個目オープン。ラインナップはこちら。プニット、グミ、ロク、ストロベリー、ビーズ、ベア、ドリンク、ハート、レイン、5種類あります。当たったのは、はい、こちら、ドリンク当たりました。この中のグミがドリンクの形になってます。カラフルなドリンクのグミが入ってるって感じになってます。絶対美味しいやつやん。なあ、これ美味しそうやな。で、これが、まあ、30g の、計算でなってる。で、このグミがプニプニしてる。そう、これプニットグミやからさ、中がプニプニしてます。これはルート触ってられんぐガチャガチャですね。ちょっとぺったんこなったわ、触りすぎて。こんな感じでプニットグミでした。8個目オープン。ラインナップはこちら。クッピーラムネ、フリフリマスコット、ブルー、ピンク、青、グリーン、プラップ。果たして今回当たったのはブロー。当たりました。これはいつも見るパッケージの色やな。うん、これが欲しくて結構回した。やっぱこのブルーのイラストが一番見覚えがあるから落ち着くね。はい、後ろクッピーラムネで、これ結構な空気入ってるからプニプニするね。で、これフリフリチャーメンやから振ってみようか。いい音。こんな感じでクッピーラムネでした。9個目オープン。ラインナップはこちら。テイカ食品株式会社、ミニチュアチャームコレクション、1フォンターム、2パイナップルアム、3南国白熊バーマルチ、4南国白熊デラックプー、5ガンと鹿児島南国白熊の全5種類あります。今回当たったのは南国白熊バーマルチの方当たりました。このパッケージな、有名やな。夏になったらこれが食べたくなるよな。フルーツいっぱいなのがいいよな。そう、ちゃんと7本入り入ってます。はい、でこんな感じ横になってて、あ、後ろはこう向きか、一緒か、ちょっと違うね、パッケージの向きが。こっちは横向きのパッケージになってて、さっきのは縦向きの方になってます。
ごい、この両面でもちょっと違うんや。で、こんな感じになってます。これ自体はもう開けることはできません。で、これ横に付いてるのが付属のアイスバー。いろんな果物入ってるの再現されてる。こんな感じで南極シロクババーマルチ当たりました。10個目オープン。ラインナップはこちら、メロディオン&アンデスコレクション、鍵盤ハーモニカ、メロディオン、グリーン、ピンク、ブラック、鍵盤リコーダー、アンデス、グリーン、ブルー、イエロー。果たして今回当たったのは、鍵盤ハーモニカ、メロディオン、グリーン当たりました。メロディオンのこれはケース。こんな感じですね。これ結構軽めのプラスチックでできてる。で、これ、ちゃんと開くねんな。いくよ。はい、開いた。おお、取り出して、中には本体とホースがついてます。このホースのさ、ここのリアルさな。うまい、細かっ。で、この鍵盤の方はリアルなんですけど、硬くて、この白いとこは押すことはできひん。けど、この黒いとこは押すことできる。で、音は鳴らへんねんな。これは2パターン吹き方があるやんか。まず1個目、さっきついてたちっちゃい方のやつつけたら、こうやって直接ここに口つけてピーって吹くタイプ。2つ目、さっき紹介したこのホースつなげてちょっと離れてピーって吹くタイプ。こっちはドレミファ覚えるの苦手で、この鍵盤のとこにちゃんとドレミファソラシドって書いてました。で、ちゃんとケースに入れることもできるし、もう一つ一つがクオリティ高かったです。